どうもどうも、井上マーでございます。ノーミルサトレー。さあ、やってきました、ミルクサッカーアカデミー、ミルアカ先生、今日も教えてちょうだいで、ね、こちら、飛んでた。10月の欧州組、日本人選手たち、<laughs> 実は得点、量産でした。いやー、振り返らせてください。振り返っていきましょう。もう J リーグの方に夢中でございましてね。いや、もうね、点取って。 人変わらない人めっちゃいるので、えー、チェックアウトできてなかったこれは教えていや皆さん知っておいてください、うん、お願いします、うん、毎日やってますチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますお願いします、うん、さていきましょうまずはピックアップで数人持ってまいりましたこちらでございます,はい,は,ういますはい。うん、はいえー、こちらには合計8人かないますまず左上からまりましょう、はい、ん活躍したってことですね そうです、ね、実はこれ以外にもめちゃくちゃ天理絡なんだ人いるんですけど、その中でもさらにいったので持ってきました,はい、はい、たあれ、橋岡大樹一緒はでもオンゴールかわいそうな映像見ましたけど、そうなんだよ、ちょっとそのあたり含め、ちょっと喋りたいなと思って持ってきて,て、はい。そこらきましょうこれ活躍じゃないでしょ、だって。<laughs> まあそうだ、ね、応援して、まあ、ね、目立ったからでも応援したいねっていう意味だよね。ーランドの、ね、シュートを顔にくらっ <laughs> <で>うん、オンゴールになっちゃった。これで2試合連続のオンゴールになっちゃったっていう話でしょ。3試合で2発かな。ああそうそう。アースナル戦であって、1個アーサンでのスティー戦でって感じになってしまう。うん、これはね、いつか非常においしいエピソードですよ、橋岡君。いやー、なりますよね,ね。らしいなっていう、いじられてね。そねれでプレミアリング定着していい選手に代表も定着してなった時に、お、うん、前はあれじゃないの、いやかましいわ、みたいな, <laughs> な。らしいエピソードですよ、これはね。<laughs> そううでしょうねあとそもそもあれ、橋岡君以外、そもそもハーランドのシュートのブロックにいったやつ、ほかにいなかったからねって話ですよね、ルートン側の選手で。いやいい、ね、本当、うん、そうですよ。橋岡君いなかったら、そもそも入ってるからね、シュートそのままねういうと。ということで、次、左上参りましょう。はいえー、まず、あ、ついに出ました、うん、えついに伊東純也のクロスから中村敬斗、うん。きたー。 ついに言われました。おめでとうございます。ボンジュール。兄からボンジュール弟に。こうよ。トレビアンが決まったわけですね。いや、嬉しいね。これは。決まったわけですよ。ついに。勝手なこと言ってますけど。はい。まあ、それでもなかなかね。ここまでは、まあ、やっアジアカップもあって、そもそも、代表というか、チームから離れた時期もありましたからね。ええ、てのもありましたが、ついに決まってくれたという。これはちょっと。あの、動画探そう。 はい <laughs> そうね、うん、でちなみにちょっと残念ながら試合としてはストラスブールにこれで三一で敗れてしまって特にはこの中村ケー選手だけだったんですよねあであとねちょっと心配なのが、うん、まあさあの基本的に伊藤純也選手はずっと出てたりすることが多いんですけどこれでではねあの六十分過ぎぐらいでね、うん、あのベンチ下がったんですよ伊藤純也選手あそうですか体調不良とのことあらら珍しい どこかちょっと次の試合とか影響ないとないいなと思ってるんですけど、まあね、休めるときにゆっくり休めないんでしょうけど。 ね、そううでですすねと、うん、といいころでございますなんか稼働もね切れ目がないイメージだから、ちょっとね疲れもたまったりしてるのかもかないそして続いてでございます、右上、今度は、うん、えこうもう安倍選手の話の久しぶりだなと思いますけど、FC 東京からね、うん、ベルギーのモレンベーク一部です、ねはい、のチームに行った安倍首都選手なんですが、なんとえこの試合、2得点という活躍でございました。うん、やるじゃない はい、モレンベイク、これで15試合ぶりの勝利ということになりました。うん、今あの、まずここ、プレーオフ3っていうの戦ってましたベルギーの中でモレンベはク。タルルロはモレンベーク、うん、オイペン、コルトエイクという4チームの中で、うんえー、勝った唯一1チームだけが残留です。うん、ああなるほど。で、今この4こは4、あ、チ、のー、はい、残留争いのためのプレーオフっていうのがプレーオフ3なんだ。 この4チームの中で1位が、えー、残留確定で 2>,、うん、2位が、えーえー、入れ替えプレーオフなるほどで3位4位が残念ながら降格ということになってしまうんですが。うんあ はいこの勝利でモレンベークはまあ今2位につける形になりましたので今度が入れ替え選権ないということになるなるほど頑張っていただきたい少年バナはいそうですねえそして2段目いきましょう旗手選手と古橋選手でございますはい今週はこの2人がセ選んでクで得点を取ってくれましたやりましたねやりましたねオステコ時代感ありますねこれねありますねはいでしかもねマースさん実は 残り試合数でいうと、レンジャーズのほうが2位がレンジャーズだったんですけど、はい、そのレンジャーズのほうが試合数1試合少なくて、うん、その試合に勝っちゃってると、うんこう、セルティック抜かれちゃうっていうのが元とあったんですけど、実は直近の試合でセルティックは勝ったんだけど、うん、レンジャーズ負けるっていう事案が発生したので、だから今、やってない1試合分、レンジャーズが仮に勝ったとしても、セルティックの方が順位上ということになり、うん、このままいけばセルティック優勝。はい できそうなところまで。来てますよ。トライセルティックはね、優勝してもらわんと。そうですね。そうなんだ。そういう状況。はい、わかりました。ただちょっとね、ここに書かなかったんですけど、マあさ。んその前回レンジャーズとの試合で開始22秒で得点取った大前君。残念ながら今季終了。かなとんで?。どうしたの?。あの肉離れ的な感じなのかな?。あ、そうで。うん、だ、多分なんですけど、もう言えるのは。6月の代表来ないっすね、きっとね。こんなにかな。 まあ、う6週なんじゃないかと思われて。6週だったら間に合うんじゃないの間に合う可能性はあるんだけど、<ー>代表発表段階ではまだ怪我中だと思うので。そうなんだね。じゃあ、髪も伸びちゃうね、今度会うときは。そうかもしれないね。ねあそう、どれぐらいで会う人もい。でも、ね、もっと大きな怪我じゃなくて、ね、休めるから逆にっていう、うん。そうですね。いねはい。あ、そうですか。 あとは、もう、旗手くッシュ選手とかに、あとは託しましょうという感じですね。はい。そして、続いては、ブンデスから、えっと、王安律選手でございます。えフライブルクは、王安選手が、え一1-0というか、得点取って、1-0ダルムシャトに勝ちました。これは見ましたよ、いいゴールですね。うん。らしいゴールでしたね。らしいですよね。フォドの選手に当てて、ワンツーリターン戻ってるとか、ザシュッとか、このコースでしたね、あれね。でしたね。はい。あとは、ちょっと、ブンデス、ここにない話題、日本人の話題ではないんですけど、え レバー前の優勝も決定しましたという,うまあ、ね、すごかったねあれあれなだれ込んできちゃったのあれどういう状況なの試合終わってないのに流れ込んできたのあれは終わってないけどなだれ込みました、うん、あれ終わってないのに流れ込んできたら向こう試合じゃないのあのもう審判としても制御する気なかったそうです、うん、<laughs> どういう状態だったの<え>何分で何にだったのあのね、うん、アディショナルタイムになったところで5点目取って5ゼロだったんでしょうがないねうんあでもそういうのを そういう懐があるのはドイツも素晴らしいですごいですね相手チームも文句言うのはしょうがないまあそうねであとは警官とかも議長大量にいらっしゃったらしいんですけどあのもうあの平和だったそうですあそうですか揉め事なしあれはホームだったんですねホームあでも優勝だって全敗全勝っていうかね負けてないぐらいだからもうギリギリで勝ったとかじゃないからねもうそうですねお祝いに行ってたからってことだもんねしかも史上初ですからね優勝 百何年の歴史で漠然おめでとうございますおめでたいねこれはね本当ですねということでしたちょっと動画探してみようそこのね写真は見ましたけどすごいすごかったもんねそうですかそしてあとはもう一人スコットランドからハーツ織田雄太郎選手でございましたはい。 はいえー、小田裕太郎選手は前半32分に得点決めたのと、うん、前半の最後だったかな、PK 取ってっていうところで、うん、1>, まあ1得点1、PK 獲得っていう活躍でございました。あとは彼なんかもリーグ戦の方で活躍して、あとはパリオリンピックを、うん、アジアカップ以外のところからまあ目指していくって感じになりますね。ということで、他の活躍の選手を見ていきたいなと思います。シートちららずししましょうと えこちら選手の下が青くなっている方はスタメンだった方、<coughs> ピンクが途中出場の方、はい、グレーはベンチにはいたんだけど、出場はなかった方、うん、あとは赤,いマーク赤いボールマークが得点した方、グレーのボールマークがアシストした方ということになっております。この中で言うと、すごいのがま,あまず左下なんですが、えー、フランス2部、オセール、今、首位なんですけど、はいうん、オナユアド、2ゴール、1アシストです。すすすすごごごいいい跳ねねてるよール1アシストすごい あのね得点ランク今7位とかかなあそうですか今11点とか確か取ってたはずで来てるじゃないですか来てるのよで今首位なんで相手は一部来ますねこのままいけばそうですし長い席で呼ばれることもあるでしょうこれもあるでしょうね注目しておいて皆さんいただきたいとそしてあとは左から2段目の列のところに行けばまっと 鎌田大地のカラーが本当ずっと今青ですね。あ出てるんですね。ずっとフレス上だもんはいはいはい監督変わって。ね。やっぱ鎌田がいるからみたいな論調になってきましたからね。分かってやっと分かってくださいました。アイタリアの皆さん。はい。ただね、ちょっと僕思うのがカマダが出た方がいいかもしれないともちょっと思ってます。えですが。遺跡ってことですか。うん。あのサディがいわゆる去ったでしょ。うん。 でメンバー変わったり出場すると遺跡をどっちも出ると表現したりサッリの話でサッリが去るとかも <laughs> しょうがねえだろ全部合ってる日本語なんだからすいません上げ足取っちゃってねはいあのなんかね実はいわゆるサッリ体制の時の主力たちが、うん、続々と遺跡を表明してます今回にけるなんでこのもってライキのラツヨの状況が不透明です、うん、なんでサッリいなくなったのに いいなくなくったからだと思いますああそういうこと<ー>ルイス・アルベルトとか<ー>そういうだからもともと主力たちがちょっと抜けちゃいそうで、うん、あんまりちゃわってかが出,出れてないってことその人たちそうですねもともとちょっとメンバー変わっちゃったって感じがなってあな、ねまあ、それは面白くないわね確かにうん <laughs> だからね去年2位になったチームメンバーもしかして来年 何人残るのぐらいになっちゃうので。でもまあ、いいんじゃないのだっ逆にだから、かまど。そっち出てる側にいるんだったら出る必要ないまあね。だけど、ただ、不透明になりすぎるくらいだったらってのはあるかもしれないと。CL いけるようなチームが呼んでくれんだったら、点ん点んてんてあもちろんそれはそうでございまそうですね。はい。そして3段目のところで言うと、まずはちょっとね、カーザピア VS、ポルティモネンセという試合がありまして、相馬祐希が中村康介から点取りました。 おおなるほど。そう。ああそういうこともあるわな。左ぐんぐん駆け抜いててざっしゅって決めてましたからなるほどなるほど。シューと打たれた段階でちょっと中丸こ介諦めてましたからね。あもうもうこれ取れないみたいな感じで。なるほど。こともあるか。あるんだよ。意外とあんまり聞かない今ハッとしましたけどあるよねそうなんだよね。そうかそうか。あと右から二列目のところでもあの雪乃君も決めましてまアさん。うん素晴らしい。 え角度0度から、なんか信じられながらズジャーンみたいな感じを決めてましてね、なんかネット上談に決まるようなあの決めてました。えー、ああなるほど。右足ってことだね。右足でね。あと、小川光輝が2得点です。やったぜ。やったぜ。やったぜ。これでえ2桁、リーグ戦においても2桁得点達成です。うん、10得点ということになりましおめでとうございます。 斎藤聖選手がアシスト決めてるのと、うん、あとは右上のところで、まず最近4試合かな、うん、で、3ゴール、4アシスト、とんでもない活躍してるのが鈴木優斗。あれ、すごいねそうそう。もうちょっととんでもない活躍なので、本当だから、アンダー23組に、もうて、ねあのー、パリオリンピックの権利取ってもらって、早くもう優斗君をオリンピックにねっていうところはあるんじゃないかなと、はい、なんか優斗君を見に、10チームぐらいのスカウトが訪れてるという話もあります。 うん、<ー>もしかしたら来季5大リーグの可能性もあるかもしれませんね。でですね。<ー>そしてえもう一方の方もいきましょう。こち,ちょっと待って皆さん。 一回戻してもらっていいですか。ハーフな兄貴君、地味に毎週決めてたんです。あ、言ったことわざよ、それは。失礼します。ちょね、ハーフな兄貴選手もオーストラリア、オーストリアの二部にいるんですけど。ディセンダーながら、これでね、七ゴール目でしょう。結構、このコーナーでいつも兄貴でしょって、な。僕飲んだことあるんですか、兄貴さん。まあ、そうですよ。頑張ってますか、兄貴さん。すごいんだよね。はい。はい。バイトです。 そして続いて今度こちらスペイン、ベルギードイツ組からでございます先ほど言ったところで安倍選手の2ゴールなんかもありましたが同じベルギーだと川辺選手や伊藤亮太郎選手のアシストなんていうこともありましたあとはね同じような感じでいくとあれですね真ん中のところの下ですね圭佑後藤また点決めてるわ大体ずっと2試合に1点決めてますねもう1分で上げて使わさいもう本当だよねみたいところですけどね 伸びてるですね。これはあれでしょ。だから質っガルという23から上がってったみたいな時の雰囲気が出てるわけでしょ。これはもう出てきてますからね。もう何歳ですか。今17歳？18歳から19歳かな。行こう持っね。あとはね、一応ここだけも言っておきたいっていうのがあって、まずあのちょっとここ見ていただいて、アンリ君。アンリ君はい。アンリ君本当だったら質っガルとツーが主戦場なんですけど、質っガルとで止めております。お 実はトップチームでベンチ入りしました。いやー、やっと分かっていただけましたかうーん、来てるね、いいよね。素晴らしい。だから、伊藤洋樹は、フォーバックのセンターバックで出て、で原口元気とチェイさんには出場はなかったんですけど、ベンチに座っております。実は、だって順位がいいんだもんね、すごくね。そうなんですこのままいったら、バイエルより上で終わる可能性も全然残ってますもんね。ちょっとどうなりますかって感じ。 だからねここでちょっと言っておきたいんですけど、まずと新企画ちょっとやろうかなと思って、新企画、最近だったらドイツの順位表とか、プレミアの順位表とか、たまに動画出してましたけど、なんか5から7リーグぐらい、一気に順位表の動画出していこうかなと思ってて、順位表をちょっとね、もう終盤ですから、各リーグ2分ぐらいずつでも5リーグ、7リーグぐらい、パーっとこう喋ってくような動画撮ろいうかなと思って、よろしいんじゃないですか。なんで皆さん、そちらもよろしくお願いします。ということで、週末の日本。 本人選手の皆さんでございましたどうもありがとうございました毎日やっておりますチャンネル登録を高評価ボタンぜひよろしくお願いしますしたまたでしたししま,またでした